ピンピンガチャピンです。今回はドクターイエロー。先頭のところにカメラがついていて、運転席からの風景が見えるようになっています。後でそれをやってみるのでお楽しみに。そしてはやぶさ。この緑色、なんだかシンパシーを感じます。かっこいい、いい子系はやぶさとなっております。それから、山手線と横須賀線。他にもいろんな車両で遊びます。で、この山手線と横須賀線は、同じ形をしています。忘れてはいけない、こちらのタワーです。じゃーん！これ僕が作りました。ピサの斜塔をイメージして作ったので、斜めってるのはそのせいでございますよ。これはね、結構苦労しました。だけど出来上がってみると圧巻だよね。早速遊びたいと思います。ガチャピンチャンネル、よーし。まずはこちらのはやぶさを走らせます。じゃあはやぶさ出発。新青森まで行ってらっしゃい。時速は320キロ。なんといってもこのはやぶさの特徴はロングノーズ。とってもお鼻が長いの。やっほー。次は大宮に泊まります。ドクターイエローも出発！うわ、あ、動いた動いた。売っています。やっほー。点検をしながら走っていますよ。ドクターイエローはね、新幹線電気軌道総合試験車って呼ばれているの。新幹線電気軌道総合試験車、新幹線電気軌道総合、すごい早口言葉みたい。線路が歪んでいないかとか、信号がちゃんと光っているかとか、そういうことを確認してくれているんだね。このドクターイエローはね、スピードを変えられるんだよ。見てて。わあ、すごい。速い速い。おー。僕、一瞬映る僕をお見逃しなく。はあ。イエーイ。ドクターイエロー、君のおかげでいろんな電車が安全に走れています。横須賀線出発。おー、色も青くなってかっこいいよね。
of Huna. The doors on the right side will open. どう？英語で言ってみたよ。横須賀線はね、蓄電池っていうのを積んでいるんだ。中に大きな電池を積んでいるから停電になっても大丈夫なんだって。安心安全だね。山手線順調に丸く走っております。まあ、ある意味鳥の山手線、真ん中通るは中央線、新宿西口駅の前、カメラはヨドカメラ。次は渋谷。渋谷です。お出口は左側です。この山手線の新車両の特徴は、なんといってもこの縦のホームドア。これはお客様にホームドアがここにあるよって分かりやすくするための、とっても優しい心からできているらしいよ。みんな見て見て、全部の車両を走らせています。これ作るのね、半日かかりましたが、その時間をかけた甲斐がありました。概要欄をチェックしてくださいね。じゃかじゃかじゃ。